はい、皆さんこんにちは、品川です。本日は川棚エリアを散策していこうと思います。はい、クジャク園の近くの方までやってきました。とはいえね、まだここから 1.5 キロほど先になるみたいなんで、引き続き歩いていきます。はい、道中こんな景色でございます。ちなみに真ん中に見える島が片島といって、後でね行こうと思うんですけど、あの魚雷の発射試験場があった場所だそうです。はい、かなりね広そうな公園です。飯食うときは2本の足で立つんですね。春は結構お花も綺麗っぽいですね。はい、ということで自然公園とクジャク園を見てきました。あのリスに非常にすさんだ心を癒されました。はい、ということで、次の、ね、目的地に向かっていこうと思います。はい、向こうに見えるあの島まで歩いていこうと思います。はい、片島公園にやってきました。ここはおそらく戦時中魚雷の発射試験場だったところで、いろいろ史跡が残ってるみたいなので巡っていこうと思います。はい、やってきました。結構ね廃墟感が出ておりますが、中はこんな感じになってます。レンガ造りなんですね。結構ね景色が良くて海が綺麗で、ここからいい感じに海をね眺めることができます。何気にメガネ橋っぽくなってるんですね。ここはこちらの建物の中では何やらドラマかな、映画かな、何かの撮影をされています。はい、次はゆるゆると、川棚駅周辺の方に向かっていこうと思います。はい、昨日のリベンジでやってまいりました。はい、メンチカツいただこうと思います。
めちゃくちゃジューシーで美味しかったです。あとね3つ4つ食べたかったんですけど、ランチでちょっと行きたいお店があるので先に進もうと思います。はい、川棚の郷土資料館にやってきましたと思ったら、役場の移設に伴って今年の1月にもう閉館しちゃったみたいです。残念、ちょっとね資料館好きの自分としては残念なんですが仕方がないですね。はい、次に下道のサービスエリア、マッターホルン SA サービスエリアかなにやってきました。そう、こちらはね視聴者さんに教えていただいたんですけど、なんかね猫カフェがあるらしく行ってみようと思います。はい、ということで猫ちゃんに癒されてきました。あの長崎にも猫多いんですけど、僕が住んでるエリアの町猫ちゃんたちはね結構人に警戒心が強いんで、久しぶりにこう猫と触れ合えて心がね浄化された気がします。今日お世話になるホテルが送迎のバスを出してくださるんですけど、ちょっとそれまで時間が空いたので駅近の古民家カフェに行こうと思います。はい、本日お世話になるホテルはこちらです。こちらもハフの、加盟店だったのでお得に泊まれました。はい、お部屋はこんな感じになってます。はい、ということで今回は川棚エリアを散策してみました。いかがだったでしょうか。気になることとか、感想があれば、ぜひ下のコメント欄からいただけると嬉しいです。あとは、チャンネル登録とグッドボタン押していただけるとめっちゃ喜びます。はい、ということで長崎県内全21市町巡りの旅はまだまだ続きます。次回はハサミエリアを散策していこうと思いますので、また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。